牧野選手今日いいですもんね、イラブ選手を下して、勝ち上がってきてます。そして菊池対決は菊池健太選手ね。フランシス・スミレ選手が勝ち上がってきてますね。さあゲームはこれはいい。なんかあった、あ、ミドル、あ、そういうことね。さあ浅田選手140スタートから、あ、140じゃないか、137スタートか。ちょっとね、画像がちょっと見にくいんで申し訳ないですけど。268残り。20、18、アレンジ関係ないですね140度と128残りまで持ってきました。もうアレンジも何も関係ないと、トリプルに入ればいいんやっていうね。さあそしてこれ54入ったんですかね、74から14に行ったんですね。そして9に入って65残り、もしくはトリプルに入ったんですか、あ、トリプルですね。60、この辺ですよね、あのこの辺のところ。さあ294、もう一本来た。これ来てますね。いやいや、園田選手やばいですね。なんかここでトンエーティ180来ましたね。あ、140です。214残り。さあ、そして34残り、アレンジか入れるのか、入れずに17ダブル、内に入れて1アレンジ、16残り。こうなんかこうタッチが柔らかいですよね。はい。いやー、154残りから134残り。さあ8ダブル、内に入れて4ダブル、決まらず。園田選手チャンス、114残り。さあどういくのか、20、18、
さあ94残りを18、そして76残りを20、トリプル狙ったんですよね。トリプル入れば16残りってなるんですけどね。内に入れての1ダブル、おー、これで園田選手に回ってきた。56残り、16からの内に入れての10ダブル、あー決まらず。さすがにこれだと浅田選手が待ってくれないのか。いや、もうなんかこう狙い通りって感じですね。上にちょっとつけてね、そこからもうスッと滑り込ませるような感じ、ぶつけて1ダブルに入れてくるというね。あっとスタートですね、ミスですね。カバーしてきます。477なのでね、ここ点数しっかり削っていきたい。カバー、浅田選手、狙えてます。でも浅田選手と村松選手で一回ベスト4までワールドカップ行きましたよね。あの時確かオーストリアにも勝ちましたよね、メンサー率いる。それ考えたらやっぱり、まあどうなんでしょうね、やっぱり浅田選手のこう力って再度ね、また日本代表に返り咲いてね、世界に羽ばたいてもらいたいですね。だから浅田選手といえばね、 PDC ワールドチャンピオンシップでもラタイスキーに勝ちましたからね。もうラタイスキーって言ったら今多分こうアベレージで言うなら多分トップ10入りぐらいするぐらい点得点能力の高い選手ですよね。さあ97点取って57残り、121から、さあ101から17、トリプル決まった。さあ本日2ケース目、レッドブル、キャー決まらず。さあ浅田選手20ダブル、あートリプルに入って3ダブル決まらず。39残り、
さあここは決めてほしいですね。ダブル 16? ということで7残り、そして2ダブル、あー、3ダブル、もう一本、アレンジしてきます。なんか園田選手もこう落ち着きが出てきましたよね。なんか風格が出てきたというか強くなったんですよね。これ決めたい。角度が悪い。角度が悪いんですよね、あれね。こう、まあちょっと画像も悪いんですけど、こう1の内側に入ってたんでね。だからこう意識的にちょっとね、やっぱ大きく動いた方がいいんでしょうね、今の場合は。来た。この1ダブルといえば後藤智也選手ですね。いやー、香港戦の 3-3 で迎えた最終レッグすごかったですね。いやいや、香港ペアも強いんですよ。あのヒューゴ選手とリー選手ですか。まあアジアではトップクラスのチームですよね。で取って取られてね、3-3までもつれ込んで、まあ後藤選手が140スタート、あ140を2本決めてね、大きく削って、流れ的には日本ペアかなと思ったんですけどね、やっぱりこう怖さが出ましたよね。14ダブルに入れて6残りにしてっていう感じだったですね。で6残りを、まあまああれは松田選手がね思い切って勝負したんですけど、あれはもう全然問題ないですよね。ただその後のね、やっぱり3残りっていうのはね、やっぱすごいプレッシャーかかる数字ですからね。あれをアレンジからね1ダブルにしか決めるっていうのはすごいですね。こうしてみるとまだまだ世界との差大きい。多分ですね、このワールド現存するスポーツの中でもうこの日本にある協会とかも含めて現存するスポーツの中で多分世界との差が一番こう大きい競技なんじゃないですかね、このダーツっていうのは。もう純粋にこのスティールダーツ、まあダーツってスティールダーツがやっぱこう主流なんですけど、多分現存するスポーツの中では世界とのこう開きが一番ある競技じゃないかなと思いますけどね。それだけやっぱり差ありますよね。さあ140残り、80取っての60残り、アレンジまで。
さあ188残り。さあ88点取って100残り。さあアレンジからの20ダブル。あっと決まらず。100残り。あートリプルダブル100残りを6020という6040という素晴らしいフィニッシュ。いや園田選手ね、ちょっともたついたのが多かったですね。さあ140スタート。いや、やっぱすごいですね、浅田選手のこのポテンシャルはすごい。さあここは園田選手頑張ってほしいですね。60から353残り。350から、あった265、オール19。さあ19トリプル来ましたね。さあ133取って132残り、オール19アレンジできるじゃないですか、浅田聖吾。さあブルーアレンジで3人抜いて129残り、19に入れて72残り。16でいいんです。ブルーいったんや。しかもインナー入れて22残り。すごい、やっぱ。いやいや、ほんと真剣取り組んだらね、これだけのスキルあるんだからいけると思いますけどね。